地域社会に貢献した個人や団体の功績を称える山陽新聞賞の贈呈式が岡山市北区で行われました。山陽新聞賞は学術や産業などの各分野で地域社会に貢献した個人団体に贈られているもので、今年は6人が受賞しました。このうち岡山県立岡山盲学校の元教頭竹内正彦さんは2011年からモンゴルなどに盲学校を作り、さらに現在は手術をすれば目が見えるようになる子どもの手術費用を集めるための基金を設立するなど、さまざまな活動を行っています。1000人の子どもの目を直してあげたいと思うんです。まあ、そういう意味でこの賞をいただいたことを弾みにして、さらに頑張ろうと。このほか、山陽新聞奨励賞には、将棋棋士の菅井竜也さんと、劇団おいぼっけ主を主催する菅原直樹さんらが選ばれています。